陣取りルールについて説明する。両チームには京都市内各区の写真が提示される。この写真と同じ場所、同じ構図の写真を撮り、ゲームマスターに送ること。そして承認されれば該当区の陣取り成功となる。写真は全部で12枚。京都市にある11の区の写真と3陣地分を獲得できるボーナス陣地である。ボーナス陣地の写真は京都写真家宇佐田狸さんにご提供いただいた。いわく撮影場所は3陣地分くらいでないと見合わない奥地、そして最後の陣地でありスタート地点でもあるテラハウスは先に帰ったチームが陣を取る。インターネット検索は一切禁止である。両チームには支給品として現金3000円と人数分の京都市バス1日乗車券が渡される。買ったからには元取れよというゲームマスターの強い意向により、市バス1日乗車券は4回以上使用しなければならない。続いて参加メンバーを紹介する。有効先生チームを率いる立命館大学山崎有効教授、日本史を専門とする豊富な知識と明晰な頭脳から繰り出される起点は他の神髄を許さない。今回は学生団体テラフルの代表であり京都検定2級を持つ船久保泉を相棒に迎える。通称泉、ロサンゼルス生まれのダンスクランプで鍛えたフィジカルが有効先生の弱点を補完する。対するはトッシー君ことテラフル川崎トシヤ、歴史学の学位を収めた後 MBA を取得した異例の経歴の持ち主。一度決めたことは曲げない九州男児の気概を見せるか。なおトッシー君チームにはサポートのカメラマンがつく。ゲームマスターは京都お届け人こと東城知世。週末の平均歩数は3万歩。両チームは片道1時間なら徒歩圏内という狂った感覚の持ち主が作る課題を乗り越え、陣取りしなくてはならない。知識、体力、根性、愛嬌、すべてが試される陣取り合戦。戦いの火蓋は切って落とされた。向こうのチームになくて、こっちのチームにあるのは体力一歩。はい。とりあえず、絶対あの二人はここを抑えに来ると思うんですよ。藤森神社なんですよ。あ、なので絶対もう藤森神社先に行きます。これ体力あるうちに行きます。さあ走ろう。で、なんなら僕あのボーナスポイントも言ってても、宇佐田さんの全写真をチェックして、もう場所は分かった。強い、うん、場所は分かってる。これを抑えに行く。この2つはもうマスト。ここさえ取れればもう4ポイントあるから。結構やばいけど、あの2人なんか昨日めっちゃ作戦会議で撮ったらしくて。作戦会議しますか。ちょっとじゃあ、そう、梅小路工事の、そうですね、先に撮った方がいいと思う。梅小路からの工事、あの梅小路から工事、とにかくだから梅小路公園をまず真っ先撮って、はい、で当時を押さえる、はい、それで藤の森神社へ抜けるっていう。そうですね。まず我々南を押さえよう。はい。で、北が分かりにくいところが多いんで。そうですね。結構北ちょっと僕も分からないところがあったんですね。うん、多分、あの右京区のやつは、嵐山のところ維新の銅像あるじゃないですか。ある。多分あそこなんですよ。あの、たぬきはあれ、藤の森神社、じゃない、あの、松尾大社だよな。あ、そうですね。先生のその通りです。そうそうそう。あれはね、絶対来ると思った。あの、樽のあれですね。うん。なので、その4つは抑えたいな。そうですね。え、ボーナスポイント分かった？ボーナスポイント多分、あれ伏見台ということしか分からない。伏見台か。はい、というわけで、大石道のマス停から梅小路公園ですね、まずは。多分、トッシーたちは自転車借りに行ってるんだよ。はい。だから、でもバスの方が早いと思うんだ。なんで、バスで着いたら泉に出してな。はい、分かりました。あ、来た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 。よっしゃ、行くぜ。じゃあこれで梅小路公園まで行きましょう。行きましょう。もうこれ完璧じゃない？藤の森と宇佐田さんのやつは伏見やね。だから藤の森ってそのまま伏見か。
じゃあこれ後ろ回りまで行きます。はい、はい、今ね時間が23分ぐらいなんですけど、37分まで電車来ないっていう。何のために走ってたやろ。全然歩いてよかった。まあ、知らないわ。待ちます。ボーナスポイントはこちらの写真なんですけども、もう伏見稲荷にあることは分かりました。なので富士の森と伏見稲荷って近いんで、とりあえずここを制覇して4ポイントこれでもう稼いでしまうっていう。これやったらもう休憩できるでしょ。もう抑えられるところで抑えに行くっていう。状況を整理する。各チーム序盤の作戦が出揃った。有効先制チームは下行区を梅小路公園、南区を東寺、伏見区を富士の森神社、西京区を松尾大社と特定。まずは梅小路公園へ向かい順に回っていく構えだ。ボーナス陣地は伏見稲荷であると見当をつける。トッシー君チームは競馬を愛する有効先生の出花をくじくべく富士の森神社に狙いを定める。またボーナス陣地の場所は分かっていると豪語するが、果たして。実は今回の課題となる12枚の写真は2つに分けられる。一目見てどこか分かる写真と分からない写真だ。前者には特徴的な被写体が写っており、知識があれば場所の特定がしやすい。後者はピンポイントで知らなければ分からない。後者の救済措置として12時にヒントを配信する。それまでは前者の取り合いとなるわけだ。今回の課題写真は南に見てわかる写真が多かった。だからこそ両チームとも南へ向かったのである。かくしてここに京都陣取り合戦南の陣始まる。これが今梅小路の中なんですけど、陣取り合戦これですかね。それだろ。今ここにいるので、ここからそうですね。じゃあ、ね、行ってきます。いってらっしゃい、はい。取れたか。はい、取れました。取れました。よし、なんか時間かかったじゃん。どうした。そうです。なんか電車がなんか信号機の中、建物の中にしまわれてて、その最初取って間違って違うって言われて。あ、それダメだ。そうですね。で、別のその同じ場所のところ取ったんですけど、電車走ってない状態で、なんとか一応撮影できて、陣取り成立ですね。よかったよかった。よし、まず先生だね。そうですね。オッケー。取りました。今ね、ちょうどパスがギリギリ来るんで、これで今度は。あれだね、当時を取りに行きましょう。そうですね、次当時行きましょう。近いね。近いからね。はい。もうすぐバスも。あ、もうすぐ来る。56分で来る。はい。次はね、30分後なんだよ。あ、間に合ってよかった。間に合ってよかった。間に合ってよかった。偉いぞ、よく走った。最高。次当時だし。次当時ですね。次当時はね。次当時行きましょう。やっぱり1個先取ると大きいよ。そうですね、心の余裕が違いますね。あいつ焦るぞ。シー君の1個目がどこかだよね。そうですね。逆になんか落とさないと逆にちょっと不安です。そうなの。ここ走ってるかもしれない。そうなんだよ。なんか全然落とさとかないのがさ、逆に不気味じゃん。そうです。とりあえず我々は着実に今2つ目のポイントへ向かって長中なんで、はい。いいペースですね。いいペースですね。予定通りだ。よし、今聞きました。 JR 富士の森の方が富士の森神社から近いという情報を Google マップを、ね、駅員さんに見せてもらいながら聞けたんで、これはもうセーフでしょ。全然完璧。有効先生的には競馬好きやし馬も好きやから、多分絶対ここ取りたいと思うんだよな。もうそれを先に取って、もうね、あっちゃーみたいなね、そういう姿を僕は見たい。こちらです。こちらです。もうこれ走る。
人参が置いてる。人参が置かれてる。もう今藤の森で趣味いることバレちゃったんで、多分向こうは想像してくるんですよ、ボーナス取りに来るって。あ、でもまあこれで相手の喉元も突き刺してるわけやから、まあ、あとは切れるかどうだ。何言ってんだこいつってテロップいる。新さんチームが新肉の陣地を取ったということですね。藤の森陣地だ。あ、分かり、一番分かりやすいってことだったな。そうですね。あ、お前。でもさ、これで藤の森神社捨てられるんで。そうですね。藤の森神社捨てられると逆に動きやすいよ。はい。だからここ取って毘沙門堂行こう。はい、分かりました。うん。アクセスがいいんで。はい。で、藤の森神社だと藤の森神社に行くためだけに標的からバス乗る必要があるんだよ。ああ。だけど、毘沙門堂だったら、ここから1本で東山駅まで出るから、はい、でそれで東山駅から地下鉄で、はい、山科まで出て、毘沙門堂まで2枚から2枚抜こう。はい、よし。で、ゆうこ先生と今、別れまして、私、今、当時前ですね。ここですね。取れました。2つ目成功です。2つ目取った。取れました。これで2、1ですね。もう分かりやすかったね、これ。そうですね、もうすぐには毘沙門堂ですね。まもなくあと2分後に202が来るんで、はい、それで東山駅まで行って、はい、そこから毘沙門堂を。何なのこの乗り継ぎの完璧さ。そうですね、すごくない。今日押して待つこと全然ないです、ね、ない、はい、完璧な時間ロスが全然ない。今に来たよし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 。祇園のところまで行きました。あの桜の道がどこかだよね。そうですね。有効先生の言う桜の道とは東山区の写真のことである。そしてこの写真、あるものを見ていれば場所も構図もわかるようになっている。当チャンネルの初投稿動画である。つまりわからないということは見ていないのだろうか。果たしてこの陣取り合戦中、東山区の写真は撮られるのだろうか。山下駅について毘沙門堂前ちょっと歩いて15から20分、うん、で往復にするとだから30から40分になるので、え、タクシー代足りるかな。ここスペックだな。そう、結構遠いですね、うん、ゲームマスターも多分あれですね、ここでお金を使うっていう想定なんじゃないですか、やっぱり。なんだ、ここ捨てポイントにされてるのかもしれない。片道620円。乗ろう。乗ります。乗ろう。はい、というわけでタクシー乗りました。乗りました。はい、で毘沙門堂に到着したので先生と別れて、うん、すごい、ここめっちゃ綺麗。一人で来たじゃない。観光でゆっくり行きたい。やりました、先生。やりました。よし、頑張った、やらないぞ。よし、これ、あの向こうの逆転のスリーポイントシュートが、決まらないことになるね。本当に。陣取りは3対1。有効先生チームの圧倒的有利である。しかし、音沙汰のないトッシーくんチーム。そこで、有効先生は一計を案じた。禁じて電話をしたのである。どうも先生、はい、全然動きがないんですけど、どこで何してんすか。今たこ焼き食ってます。え、たこ焼き食ってる。え、でもなんかあれでしょ、なんか大きいの狙ってんじゃないの。いや、小さいのだね。あ、小さいのなんだ。あ、そうか、なるほど。じゃあまあお互い頑張りましょうね。はい、はいはい、ではでは。小さいの。後ろ男絶対大きいの狙ってるよ。まあこれ、これめちゃめちゃうまそうっていう、ね、勝利のたこ焼きよ。
よし、いなり着きました。いやいなりいいな、めっちゃいなり来るの久々やねんけど。俺いつぶりやろ。やばい、なんか連絡来てんけど。あ、二つ目、南区。あー、南区、そっち行ったんか。絶対ここ取らなあかんわ。ここで出さんとあかんのよ、コミュニケーション能力は。こういうところで、もうどうしようどうしようみたいな、もうどこにあるんやろみたいなことはもう絶対あかんのよ。時間かかってもいいから、ここは3ポイント取りましょう。もし仮に宇佐田さんがこの熊田貨車で撮ってないんであれば、やばい、奥の方で撮ってるとかだったらもうやばい。これじゃこれだけで1日終わると思う。いや、どっちがこれ、まあでもしゃあないからな。もう選んだからさ、ここまで来てさすがに別のところ行こうとはならんやもう。うん、だからここはもう早くボーナス点を一刻も早く見つけ出したい。着いたけど、まずそもそもここにあるか分からへんし、これ多分どこになり、この多分この塚郡っていう、それだけの塚郡っていうのが限られてきてますので、はい、あ、そうなんですね。この規模の塚郡で3人でっていう感じの都度全然何が向こうかなと。すごいな、やっぱりすごい、すごいな。てかさすがやな。もうだってあの標本見てたもん、もうだから多分誰が祀られてるとか全部書かれてるやつを見たりとか。でももうその横のね、あのご年配の方が、いやこれはここやろみたいなっていう話をしてて、いやすごいね。てかどんな道のところに知識と経験とか、これは伏見稲荷なのかって感じ。いや、ここじゃない。いや、ここやん。何ここ、絶対ここやん。うわ、すげえ、こんなバトンが。誰もおらん。あった、これや。うわ、ほら、ほら、京都日吉でさ、すごい、ほらほらほら、ヒント通りや。ボーナス点入りました、ありがとうございます。次行きましょう。最高よこの景色。もうちょっとね楽しみたいけど、次急ぎます。勝利の景色、勝利の景色や。これもで、ヒントが送られてきました。先ほど12時ヒントが配信された。ヒントといっても、もともとわかる写真は数合わせだ。例えば、最強区の答えは持ってる。ヒントがなくったってわかるだろう。何しろ答えは、タヌキが自ら持っている。どこから取るか、もしくは何を取るか。例えば中京区、目印となる被写体は写っているが、場所の見当がつかない。ヒントの商店街内によって、少なくとも商店街を探すことができる。一方、上京区。写真を見て、上京区といえばピンとくる場所はありそうだが、広大な敷地のどこかわからない上に、写った花の時期とは限らない。だから、黒木の梅と何を被写体に撮ればよいのかをヒントで提示したのである。なお、九段の東山区は上の手前。これは適当でも手抜きでもない。はっきりとどこで撮るかを示している。だから次は上行と中行、ここ、その2つ、もうこれで勝ちよ。京阪電車で、ね、あの京阪電車で祇園市場まで行きたいと思います。これ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 、勝利のたこ焼きを。
祇園市場に着きました。さっきね、あの電車乗る直前に山崎先生から電話かかってきて、今どこで何してんのみたいな聞かれたんですよ。ここから小さいとこ狙っていくんで嘘はついてないんですよ僕で。まあね、ここでこの伏見のね、さっきのこれを送るっていう。じゃあ送ります、これ送りました。状況を整理する。ただいまの陣取りは有効先生チーム3対トッシーくんチーム4。前半は有効先生チームの圧勝に思われた南の陣だが、ボーナス陣地を得たトッシーくんチームが戦況をひっくり返す。知識と戦略で歩を進める有効先生と、コミュニケーション能力と足で大駒を取ったトッシーくん。対照的な2チームによる南の陣は、陣の数で言えばトッシーくんチームに軍配が上がる。しかし有効先生チームとて一歩も引かない。陣取り合戦はまだまだ始まったばかり。次なる戦いの場は、僕は今から伏見にいると見せかけて三条会商店街に向かいます。でここで、ちょっとトッシーさんたちが3ポイントを取ったので、我々はちょっと作戦変更ですね。作戦変更だね。この街中の延命地蔵、はい、これ取ろう。そうですね、今たまたま河原町にいるんで多分近いと思うんだよ。ちょっと人に聞いてみたりとかして。そうだね、人に聞いて、ね、知ってる人いるんじゃないかな。いや、いると思うんですけどね。で、あとはあれですね、バス乗って御所に行く作戦ですね、うん、そうだね、御所行くとある程度どこにでも行きやすいので。そうだね。で多分俺思うんだけど、はい、奴らは絶対ここだって分かってる松尾大社を取りに行くと思う。なだったら松尾大社はむしろ食えてやろう。そうですね。こちらはこの京都の街中の3ポイント全部取って、はい、一刻も早くテラハウスインターシュ。そうですね。はい、次なんですけど、このね延命地蔵っていうのが、これおそらく三条会商店街のことやと思うんですよね、多分。合ってる？合ってる？めっちゃどこを見て三条商店街やと思った？ここ商店、なんかヒントに商店街の中って書いてて。ボーナス陣地を獲得し勢いに乗るトッシーくんチーム。是が非でも次の陣地が取りたい有効先生チーム。くしくも両者中京区へ。京都市街の陣、ここに始まる。町じゃないかなですかね。三条会商店街着きました。もう完璧でしょ。完璧完璧。なかなかね、なんか上見て歩くっていうとこ少ないですよね。こう見るとなんか普段この見に行かんような場所にもう見に行かせるような企画やなと思います。寺町に来ましたが、来ましたが、ちょっと左右をキョロキョロしてみて。延命地蔵村って知ってますか？延命地蔵村って知ってますか？この写真の場所に行きたくて探してるんですけど、近京都に行って、はい、お寺多いんであちらで行ってみたらどうですか？組合がここにあるんでここに訪ねていきたいと思います。はい、わからないみたいで組合の方にもわからないだった。人いるか。ちょっとうまいこといかないですね。いかないね。提灯のやつを探してるんですけど。なんかちょっと午後になって流れが変わってきてる感じだよな。そうですね。あ、バス来た。バス来ました。待って。あったぞ。わかります。オッケーオッケーオッケー、取れた取れた。え、すごくないこれ。さすがにちょっとね、伏見稲荷の体力でやられてますね、これは。向こうのチームになくて、こっちのチームにあるのは体力
ません。完全に戦略勝ちしたな、これは勝利ですね。コースさん、来てしまいました。ちょっとな、参った。かなり5なので、うん、2つ取らないと次取られるともう平原さんに変わると割り切りになってしまう。そうだね。で、何としても次ちょっと取られる。うわ、追い詰められたな。そうですね。なんだよ。今でも9時40分でちょっと余裕見すぎた。あと20分で相手の動向が分からなくなる。14時通知終了。今まで陣取り時には各チームへ通知していた。14時を最後に通知がなくなる。つまり相手の動向が分からなくなる上に、陣を取ってもすでに取られている可能性が生まれる。同時にこの陣取り合戦が佳境に向かっていることを示しても、ルーティング的にはガラージに戻った方がいい。ガラージ丸太町から行った方がいい。ちょっと次ここ何としても取らないとちょっと危ないですね。ここ取らなかったら負ける。そうですね。早く早く変わって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 、じゃあ行ってきます。行ってください。はい、ゆうこ先生と別れた泉です。で、ここ黒木の上、これ多分これですね。画角的にも合ってると思うんで、すいません、最初ちょっと送ったんですけど、許可待ちの状態です。いや、墓所入ってすぐ看板があって、黒木の上って書いてあったのがありがたいですね。よし、先生戻ります。入ってすぐでした。イエーイ。入ったら入ってすぐ看板があって、うん、もうすぐそこでした。あ、すごい。だってラッキー、こんなことあるんやな。ラッキーですね。これでよし、これで首輪が1枚つながったね。そうですね、これで今同点ですね。同点。あ、いや、まだ1点負けか。あ、1点負け、うん、あ、1点負けですね。1点負けだ。多分この瞬間向こうは船岡山狙いに変えたと思う。はい、あのここ狙いに来てたはずだから。いや待てよ、どっちですかね。もともとここを狙ってて向こう行くか変えるか。松尾大社かもですかね。だって確実だもん。向こうはあと1個取れば勝ちだと思ってるから。まあ、このまま船岡山行く方がいいですかね。まあ、いずれにしろ行った方がいいな。はい、でその次どうするかは考えないといけないけど。そうですね。大手寸前のトッシー君チーム、首の皮1枚つながる有効先生チーム、京都市外の陣集結。果たして陣取り合戦勝負の行方は。あ、ちょっと運を手に任せていこう。そうですね、やるだけやりましょう。やろう。もう陣地を尽くして天命を待つだよ。はい、今からちょっと上井のね、御所の方行こうとしとったんですよ。そしたら、来ましたみたいな、もう着きましたみたいな。で、陣取られちゃったんですよね。バス乗る前でよかったっす。そう、なんで次松尾大社の方を僕目指そうと思います。はい、やられたな、これは。来られた。ただいまの陣取りは有効先生チーム4対トッシー君チーム5。残り3時間での1陣地差は大きい。しかし有効先生チームは諦める気など毛頭ない、徹底抗戦の構えだ。最後の陣ののろしが上がる。ゆっくり休むか。松尾大社行ってもうなんかソフトクリーム買って帰るか。それが一番いいんじゃないですか。で、さすがにね、なんか3時ぐらいに僕ら帰って、で、向こうはさすがに3時にはおらんでしょ。じゃあ、こっから松尾大社行ってきます。これや。うわ
いた、たぬき。いや松尾さん、はい、かわいい松尾さん。帰るか。早っ。先ほど健君神社前で優子先生と別れまして、美濃山の方に現在向かっているという状況です。はい、いやでもどうかな、帰宅取られてないかな。あ、よいしょ、どういて。なんでこれで5箇所目ですね。5箇所目だね。はい、取れてんのかな。まだ陣取り成功って来てるんで多分大丈夫だ。取れてるんだな。はい、ご褒美でこれは。じゃあここで食べるか。え、そんなゆったりして大丈夫？いけるやろ、まず帰るだけやし。もうテラハウスにも最後のポイントがあるんですけど、このねテラハウス着いたらもうその後は出れないんで、テラハウスで本当に終わりなんですけど、ただここをもう確実に取りに行きます。さすがに2時半には向こう戻ってないと思うんで、テラハウスに仮に戻ってたとしても僕ら多分買ってます。なんでもう戻ります。もう王者の構えします、今から。はい、バスね、規定でさっき調べたら4回乗らないといけない、4回乗らないといけないみたい で、正直ここから歩いてでも帰れるんですけど、まあバス乗ります。まだまだ2回しか多分乗ってないんかな、今2回だけだね。だからちょっとバス乗っていきたいと思います。はい、でとりあえず1回ここで乗ろうかなと思います。まあね、テラハウスまで行っても良かったんですけど、ちょバスもね、あともう一回使わなあかんし、あとね、1000円ぐらい残ってるんで、ケーキ屋さん近くに見つけたんでケーキ買っていこうかなと思います。はい、ここですね、菓子工房ボンクラさん。ここね、めちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ西大路の、ね、付近に、はい、あるんで、ぜひまた来てみてください。状況を整理する。最強区を取ったトッシー君チームは6つ目の陣を獲得した。残り体力が少ないトッシー君はテラハウスへの帰還を決意する。しかしそこには最大の問題があった。京都市バス1日乗車券4回使用のルールである。三条商店街へ向かう時が1回目、松尾大社から西大路三条までで2回目、そして西大路三条からゴールであるテラハウスまでは徒歩15分バス停にしてたったの2つ。しかし、あえて1つ分乗る。そして、ケーキを購入した。さらに1駅。最終盤のここに来て、完全にルールに翻弄されるトッシー君チーム。そして、15時半。14時から音沙汰がなくなる両チームに対して、運営が設定した電話タイム。真実を言うのか、ブラフを打つのか、果たして。はい、ゴールのね、最寄りのバス停に着きました。で、ここで電話がね、されてるんで、今から電話ね、参加していきたいと思います。お疲れ様です。どうですか、疲れてますか。あ、うまいですか。過去3000分ぐらい歩いたよ、今日1日でめちゃめちゃ歩いてるじゃないですか。いやどう、なんかちょっと小雨の中なんだけど。小雨ですね。うん、ね、順調。めちゃめちゃしんどくて。え、なんで。多分ギリギリの戦いですよ、これ。そうかな。いやいや、今どのあたりなんですか。今それは言えないね。はい、あ、言えないんですか。それはだって言えないでしょ。
お互い言うのは厳しいですから。え、だってお互い どこにピンポイントかっていうのは言わずに、もうこのこっちの方ですでもいいじゃないですか。え、いやいや、それ言ったら分かっちゃうじゃん。残りのポイント数だってあんまないんだから。あ、なるほどね。じゃあ言わないことにしますか。だってさ、これ2時以降さ、言わないっていうのはそこが面白いわけじゃん、はい、相手がどこにいるのか分からないままこう、あ、そうですね、あっちを模索してる感じが、あえてここでこう駆け引きをすることもできるわけですよ。あ、そうだね。はい、うん、なるほど。え、何、いつ、何時ぐらいにテラハウス行くというの。何時ですかね。でも多分ギリギリまで粘る感じ。まあギリギリまで粘るか粘らんかどうしようかなって思ってます。だよね。はい、テラハウスのポイントが大きいからね。これで終わったらなかなかのお互い、うん、なかなかのお互い思考心理戦、心理戦、うん、まあ最後のね陣をもらいますわ。僕は堂々ともらいますよ。これで7個目いきます。うわ、おったおったなおったな、やっぱおるか、やっぱおるんか。作戦通りですね。作戦通りだね。作戦通りですね。さあ、なぜ有効先生がテラハウスにいるのか。実は入らないですか。いや、選択ですよ。ここのポイントで1ポイント取らないと絶対に負ける。タクシー代があと880円ある。はい、名古屋マカラです。テラハウスですかね。かな。それででもさ、うちがやれることとしては不動産買い取って向こうより先にテラハウスに帰って6ポイントで、向こうがそのこの後もう1ポイントも積み上げられないか、ないしは松尾大社で終わるか。そうですね。最悪でも引き分けにはできるから、はい、その時は俺が引き分けの場合はたくさん取った方が勝ちだよねとかって適当なこと言うんで、だからうちが船岡山を何が何でも取って攻防に持ち込んでもう諦めてテラハウスに帰って6ポイントを死守する方針でいく。はい、そうしますか。そうしよう。はい、あとは運を手に任せよう。これで今5点ですね。ってことは先にテラハウス帰って帰れば6点目になるんで、じゃこれでテラハウス戻りましょう。行きましょう。はい、帰りましょう。はい、先行きますね。はい、帰ってきましたね。はい、どうかどうかすいませんよ。現在すいません、15時10分ですね。大丈夫かな。大丈夫、多分まだ大丈夫だと思いますけどね。もし今中にトッシーいたら僕ら負けだよ。そうですね、うん、運命の瞬間ですか。運命の瞬間だね。じゃあお願いします。まあでも無事帰ってきたよ、はい、頑張った。お疲れ様でした。お疲れ。よいしょ。お疲れ様でした。頑張った。お疲れ様です。じゃあゴールしよう。はい、よろしくお願いします。最後ただいまです。ただいまです。